はい、どうもアトランティスです。今回はちょっと前になるんですけど、25日に東京に行くことがありまして、その時に行ったザンビカフェ&ショップと大体全部店で買ってきたグッズを紹介したいと思います。とまずはザンビアのショップで買ったものをサクッと紹介していきたいと思います。と今回買ったのはこちらですね。とこれは舞台版のザンビの多分チームレッドかなの方のクリアファイルですね。これ一ノ瀬アンナちゃんですねのクリアファイルと、あとこれが、トレーディングカードですね。全38種入りで1泊4枚入りですね。これまだ中身開けてないんで開けたいと思います。よいしょよいしょ。で中はこんな感じですね。おこれキラーカードかな、ホロが入ってるって確か書いてあったな。あホロバージョンが38種入ってて、多分これよ運が良かったのか分かんないんですけど、多分1枚確定で入ってるのかな、分かんないですけど、まあこの斉藤京子ちゃんとハブちゃんと軍曹とでこれ京子ちゃんですね。まあこんな感じと、であと今あの乙女神楽の画面を見せたらステッカーがもらえるみたいなんで、それでこのステッカーをもらってきました。うおー顔認証してるやってきました。これは裏は最新情報と、そうですね、ダウンロードの QR コードが載ってますね。じゃあ続いて、大体全部店で買ってきたものを紹介したいと思います。まずもうこれ、中身開けちゃってるんですけど、アイマスクですね。これが1500円ですね。これ、生まれてから初めて見た夢のサードアルバムのですね。これはもう帰りの夜行バスで大活躍しました。で次がもうこれはずっと欲しかった大体全部図鑑ですね。中身はちょっと見せれないんですけど、まあさらあとだけこんな感じですね。まあいろいろ載ってますよという図鑑です。でもう一つがこれがずっと欲しかった、スマホのリングですね。これうちの方が欲しくて、でまああったんで買いました。で1回300円でガチャガチャできるじゃないですか。これがおいでシャンプーのマグネットですね。まあどっかに貼って使いたいと思います。でこれが最後ですね。なんだ？あ、これはあの大体全部店のポスターというか冊子というか、まあこんな感じですよっていうのがありましたので撮ってきました。これ中身別に見ても別にいいのかな、こんな感じであります。でなんで今回その大体全部店に行ったかというと、その僕今ちょっと就活してて、就活の説明会のついでに行ったんですけど、ちょっと関西に住んでるんでなかなか行けなくて、今回行くことができてよかったです。であとまあね、関東に住んでる人とか、まあ、学生さん高校生とかはあんまり行けてないのかな、わかんないんですけど、もし行った人でこんなん買ったよとかね、教えてくれたら嬉しいです。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。バイバーイ。